はい、こんにちは。こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カロチョビットアーをやっていきたいと思います。はい、本日はトップロード成田線です。できれば勝っておきたいところですね。スタメンですけど、緑がですね、イエローカードをもらってしまいました。最初からこれでは辛いんで。スタメンから押します。そして、日本に代わって羽生田を入れてみましょう。寝口に変わって深澤を、こっちから福山、そうですね、この辺りですね。キーパーはジョートを入れましょう。そしてですね、相手チームですけど、やはり攻撃の要になる選手を止めに行くといいかもしれませんね。といっても、思うんですけど、3人丸ごとやると、こちらの方がスタミナを消耗してしまうので、あっても2人までですね。さあ、キックオフです。いきなり、いきなり取られた。こんな近くまで持ってこれるとは。うわー、やばい。お、ちょっとなんか、うまい、奈々子、すぐ同点。よく足届いたなっていうようなシュートでした。これを、一度取って、まあ、それでも、正確性が求められるからな。やるな。なんだ？奪いました。7個。早いなぁ。あーっと。やっちゃった。今の余裕あったと思うんだけどな。まあ、それも能力の一つです。ちょっとピンチが、今押した。うまい。ちょっと、意思の疎通がうまくなかった。さあ、チャンスですよ。スローインで、再びコーナーキック。さあ、ちょっと、やばい。なんとか止めに行かないと。これはまずいぞ。おー、助かった。
まだやばい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 、あー1対1だ。あーまたリードを奪われた。まずは藤原、あおっとノーホイッスル、でもすぐ奪い返した。あこれは追いつかないと、相手をパスが速いとピンチになる。これ前半終了か。変えよう。さあまずは同点に追いつくこと。運動量がなあ、やっぱ相手の方がうまい。だからうまくパスワークをうまく決めること。危な、うまく回されてしまうな。苦し紛れっていう感じやな。よし、緑を投入しよう。相手は彩香を押して菊池を投入。さす、なんとかカバー。ん？あーなんだ今のは、緊張感ないパスだ。やばいやばいやばい、ま、おお早かった。せめて同点。さすがに今のは足りないわ。あーやばい瀬戸、おーナイスパンチング。だがまだピンチは続く。ミヨス早い、あーこれは決定的な2点差だ。さあパスを上げて、ムニュースがこれすごい早いよな。うん。試合終了ですね。やっぱあらゆるところでレベルが違うなっていうのを
見せつけられるわ。これは良かったな。よくナーコが対応した。ここかな。ここできっちり決めておけば。これは完全に抜けられてしまって危なかった。ほんと一瞬もうすぐに。瀬戸も早いな。スピードが違いすぎるや。うまく治った。うまく守ったが、このミオスの速さ、塩田合わせて、スピードが速い選手、パスが切れる選手は本当に要注意だよな。まあ圧倒されました。はい、8つ課題をいただきました。これで7位ですね。山宮ラジオには確実に勝っておきたいよな。満足できないですよ。やはり女子選手を探しながらプレイしてるからなかなか時間がかかるのかもしれないが、研究ゾンビもいるのかもしれないよな。でトップロード成田戦をプレイしました。N2 の壁は高いなっていうのは改めて認識させられる試合でしたね。はい、というわけで、いつもの通り説明欄にブログ、ツイッターのアドレスを掲載しておりますので、よろしければアクセスしてください。チャンネル登録まだの方は、ぜひお願いいたします。はい、また最後に流します関連動画、プレイリストの方も、よろしければアクセスをお願いいたします。ゲーム動画でいこうでした。